日本鹿児島県鹿児島市多上多上は、鹿児島県鹿児島市の町邸旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在多上村、鹿児島郡西部田村大技多上。郵便番号は、多上1丁目から多上8丁目までは8900034、多上町は8900035。人口は11573人、世帯数は5670世帯。 田上一丁目から田上八丁目及び田上町があり、田上一丁目から田上八丁目までにおいて住居表示を実施している。1889年の町村政施行から1934年に鹿児島市に編入されるまで存在していた自治体である西部田村の村役場所在地であった。1988年には、 九州自動車道など4本の自動車専用道路が交わる鹿児島インターチェンジが設置され、交通の要衝となっている。鹿児島市西部、多賀川の中流域及び脇田川の上流域に位置している。町域の北方に、竹岡、小野町、西別府町、南方に、薄木、豪葉、桜が丘、都祖、西方に、山田町、西雅、峰、西陵、 西別府町、東方に、部、上新町、田上大、渋原、広木が接している。かつては、田上一帯は、田園地帯であったが、現在は、住宅地となっている。町域の東部を中心として、鹿児島湾に向けた、戦場地となっており、南東方向に、新川が流れ、甲月川に向けて田上川を中心とした、田上デルタが形成されている。また、 町域の南部を脇田川が流れる。鹿児島市し,しこばなしによれば、現在の部と多上付近は、稲田が多く、地形から見て、稲田の上であることから起こった地名であるとされる。多上という地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。戦国時代には、多上名とも呼ばれていた。文法元年の薩摩国御家人卿名注文によれば、 鹿児島のご家人として、田上領主という記述が見える。この田上領主は、鹿児島軍の軍事の矢上一族の諸子一族であったと、される。当時、上氏は、鹿児島軍の要所において、一族を分置し、その一族を統括していたという。昌平七年には、島津貞久によって、大官職の伊地地彦七に対して、田上の半分が与えられている。 文那三年には、鎮税官令、一式の隆事によって、島津貞久に対した上の所領が与えられた。天正年間には、竹村と共に開発が進められた。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであった。鹿児島近在のうちでは、近名に属していた。村高は、天保号町では1252国余り。 軍村高辻町では1,252国余り、三州五地西洋欄では1,263国余り、急行急流取調べ町では1,054国余りであった。田上村には昭屋が配置されており、名主が4名、名頭が41名となっていた。安政4年には、島津丸明によって、薩摩藩における、最初の機械防石工場として、 多上水社館が置かれ、慶応3年まで創業された。明治時代になり、明治3年に調査が実施され、その結果多上村の生産力が低かったことから、西別府村の小牧が多上村に編入されたが、西別府村は多上村以上に貧村であったことから再び小牧は西別府村に編入され、その代わりに、薄木村の広木が多上村に編入された。 また、広木の編入について、谷山郷に属していた、薄木村では、薩摩藩において、金星となっていた一行旨の取り締まりが、谷山郷氏によって、厳しく行われており、そのことから、鹿児島近在への編入を願い出たという伝承がある。明治時代初期の、鹿児島県知事によれば、田上村は氏族に比べ平民が多く、平民のうち農民が多くを占めており、 農村であった。村域内には、古町役場が設置されていた。1876年には、教校が設置された。この教校は、多岐神城高等小学校、多岐国民学校を経て、鹿児島市立多岐小学校となる。1889年には、町村制志向に伴い、鹿児島近在のうちの多岐村及び竹村、西別府村の区域より、 鹿児島軍西部田村が成立した。それに伴って、それまでの田上村は、西部田村の大技、田上となった。昼谷には、西部田村役場が置かれた。1911年9月30日には、市村の境界変更により、鹿児島市大技、新たの内上が平、芝生派様、笠松平、高原、高坂江佐古神賀平、神賀 佐古、丸岡、堺カ、ま、サ小原、大原、三オ、ま、原、久木オハ大ミ様ハラ、クミキサコ、オオの下内城が、鹿児島軍西部田村大技神に編入された。1914年1月12日に、鹿児島湾を震源として発生した桜島地震の影響により、地域内の天神が瀬戸において県道が高さ約3.6メートル。 長さ約54メートルにわたって崩壊した。当日に発生した桜島の大噴火により、鹿児島市外から鹿児島郡谷山村、大和山田に向け避難中であった20名以上が下敷きとなり、鹿児島警察署の巡査、西部田村、谷山村の村民により救助作業が行われたが9名が死亡した。その他にも、 多賀見川の堤防に亀裂が生じたり、多賀見神城高等小学校において亀裂が入り、液状化現象が発生した。1927年に、鹿児島県によって発刊された桜島大正噴火市には、天神が瀬戸の被害について以下のように記録されている。谷山村山田へ向け避難せんとすると中鹿児島軍。 西部田村多賀宮座天神が瀬戸を通過線とする、折しも午後6時過ぎの共震襲来して高さ20、予感の断崖絶壁は、豪然たる一大音響のもとに崩壊し、幅約9尺の道路は、長さ12、3軒にわたりて、土砂を持って埋められ9名の圧死者を生じたれば、鹿児島警察署は巡査を派遣し、谷山、 西武殿、両村民多数位で11日の飛行用紙のベニン1353名の人員を刺激してようやくその死体を発掘したりしが、その三上実2言語に絶世りと。桜島大正噴火し1934年8月1日に、西武田村が、鹿児島郡中、郡境村及び吉野村と共に、鹿児島市に編入された。 同日発行の鹿児島県広報に掲載された、鹿児島県告示鹿児島市内大技名配市町名改め小波2区域変更により、田上を廃止し、それの区域を田上町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、西部田村の大技、田上を廃止、その区域をもって新たに、鹿児島市の町、田上町が設置された。 第二次世界大戦中の1945年4月8日には、田上町付近においてアメリカ軍による空襲が行われ、空襲によって田上国民学校の校舎が一部倒壊する被害を受けた。1988年に供用を開始した鹿児島インターチェンジ。4本の自動車専用道路が交わる。 交通の要衝であり、青森県から続く日本の縦貫自動車道の南端である。2009年に設置された、広木駅。30年にわたる西岸活動により設置された。1970年代より、多賀美町周辺において、支原団地、桜ヶ丘団地、竹岡団地、西郷団地、多賀美団地などの大型団地が建設されている。これにより多賀美町より、 多くの町が分割されたほか、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されたのに伴い町の区域の再編が実施された。1970年7月1日に、支原団地の区域にあたる薄木町、鴨池町、群元町、田上町の各一部より分割され、薄木町の一部及び、鴨池町の一部並びに、多賀町の一部より、支原六町目。 多賀美町の一部及び薄木町の一部より市原7丁目が、それぞれ設置された。1978年1月15日に、多賀美町、時和町の各一部において、鹿児島市住宅公社が造成を行った、竹岡団地の区域に、町邸が設置され、多賀美町及び時和町の各一部より、竹岡1丁目、多賀美町の一部より、竹岡2丁目、 竹岡三丁目が設置され、同年十月二十四日には、臼杵町、田上町、中山町、山田町の各一部にあたる桜川岡団地において、監視処分が終了したのに伴い、中山町、山田町、臼杵町、田上町の各一部より、桜川岡一丁目が設置された。1979年7月16日には、原両団地地区において、 住居表示が実施されることとなり、竹岡ハイランドの区域にあたる田上町、小野町の各一部より竹岡四丁目が設置された。1980年7月28日に、西豪団地地区において、住居表示が実施され、町域の再編が実施された。これにより田上町、西別府町の各一部より、西涼一丁目及び、西涼二丁目が、新たに設置され、 多上町、部長、時和町の各一部より、部三丁目が設置された。また、同年には1967年に計画が決定された、竹市・し、多岐地区と地区各整理事業が完工した。総事業費は65億7500万円であった。1986年2月10日には、多上団地地区及び東多上地区において、 住居表示が実施されることとなった。これに伴い町の区域の再編が実施され、多賀町及び部長の各一部より、多賀1丁目、多賀町及び、上新町の各一部より、多賀2丁目、多賀町の一部より、多賀3丁目が設置され、多賀町の一部より、多賀台1丁目から多賀台3丁目まで、多賀町及び西別府町の各一部より、 多岐台4丁目が設置された。また多岐町の一部が支原7丁目に編入された。1988年2月15日には、1980年に、住居表示が実施された、区域以外の西郷団地地区の区域で、住居表示が実施され、多岐町、西別府町の各一部より、西陵6丁目が設置され、多岐町の一部が、 西梁二丁目に編入された。同年3月29日には、九州自動車道、イブスキスカイライン、国道3号鹿児島バイパスの開通に伴い、多賀町に鹿児島インターチェンジが設置された。10月19日には、南九州西回り自動車道の、鹿児島西インターチェンジも設置された。1989年2月13日に星が、 峰団地地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、多賀美町、山田町の各一部より星が、峰一丁目、多賀美町、山田町、五ケベップ町の各一部より星が、峰二丁目が設置された。1990年2月13日には、多賀美町、中園地区において、住居表示が実施されることとなり、それに伴い町の区域の再編が実施された。 多賀美町及び西別府町の各一部より、多賀美5町目、多賀美町の一部より、多賀美6町目、多賀美7町目、多賀美町及び西別府町の各一部より、多賀美8町目が、新たに設置され、多賀美町の一部が、竹岡3町目、清涼1町目及び、清涼3町目に編入され、多賀美町及び、多賀美1町目の一部が、部3町目にそれぞれ編入された。 1993年3月1日には、都祖地区において、住居表示が実施されることとなり、多賀美町、鴨池町、郡元町の各一部より、都祖一丁目、多賀美町及び、鴨池町の各一部より、都祖二丁目が設置され、鴨池町の一部及び多賀美町の一部が、多賀美台一丁目に編入された。1994年10月14日には、 多賀町及び時和町の各一部が、竹岡一丁目に編入された。1999年には、多賀町の一部が、西陵六丁目に編入された。2005年2月7日には、小野町下敷地区において、住居表示が実施され、小野町の一部が、多賀八丁目に編入された。2007年10月29日には、時和地区で、 住居表示が実施されることとなり、時和町と田上町の一部が、竹岡一丁目に編入された。2009年3月14日には、田上町の旧、広木信号場跡地に、広木駅が設置された。2011年2月14日に、田上町の一部が、田上台三丁目、四原五丁目に編入され、田上町、薄木町の一部より、広木一丁目及び、 広木二丁目、広葉一丁目、薄木八丁目が新設された。2013年2月18日には、多賀町の一部が、広木二丁目に編入され、多賀町及び薄木町の一部より分割され、広木三丁目が設置された。2015年11月9日に、多賀町の一部が、広木二丁目及び、広木三丁目に編入された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島多弓町郵便局鹿児島市立多弓小学校多弓には、鹿児島医療福祉専門学校、鹿児島環境情報専門学校、鹿児島公務員専修学校、鹿児島英語専修学校が設置されている。多弓には、 鹿児島市立多賀美小学校が設置されている。鹿児島市立多賀美小学校は、1876年に、鍋がウッドに教校として設置され、1888年に、現在地に移転した。1901年に高等科を併設し、多賀美人城高等小学校となり、1934年に、西武田村が、鹿児島市に編入されたのに伴い、鹿児島市立となった。 その後、国民学校を経て1947年に、鹿児島市立田上小学校となった。市立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。田上インターチェンジ、鹿児島西インターチェンジ北西部には、鹿児島インターチェンジがある。鹿児島インターチェンジは、九州自動車道の終点であり、本州からの高速自動車国道の縦間道としては、 最南端に位置する。また、イブスキースカイライン、南九州西回り自動車道の終点であり、南刹立て、関道鹿児島東西幹線道路及び、国道3号鹿児島バイパスの起点である。鹿児島インターチェンジの他に、町域内には、南九州西回り自動車道の、鹿児島西インターチェンジが、鹿児島インターチェンジの西側にあり、 鹿児島東西幹線道路の多岐インターチェンジが、鹿児島インターチェンジの東側にある。2010年には、多岐インターチェンジが、共用開始されるなど交通アクセスが、改善されているが、新川沿いを通る鹿児島県道24号、鹿児島東一期線は、線形が悪く、道幅が狭いなどの要因により、部畜と連続して、現在区画整理事業が行われる予定である。 さらに南部には、鹿児島本線とそれに沿って、鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線が通っている。路線インターチェンジ。ありがとうございます。